番電話サービスセンター。毎朝早く僕が寝ている間に仕事に行きます。すごく忙しくて大変なのに、テレビの中ではお父さんはいつもニコニコしています。家族のために、テレビを見ているみんなのために、一生懸命お仕事を頑張っています。僕はそんなお父さんをすごいと思います。だから僕の夢はお父さんみたいな
テレビのアナウンサーになることです。終わり。